4月14日に飯能河原ウッドデッキで開催される飯能フェリアの PR のため、主催者の大野玉木さんが王の敷地内でセビジャーナスを披露しました。スペインの春祭りで踊るセビジャーナスは日本の盆踊りに相当するもので、飯能フェリアはそのスペインの春祭りを飯能でもやってみようと大野さんが企画したイベント。せっかくコロナも明けて、なんかこうやっぱりイベントごとがね、今までできなかった分、はい、なんかこうパッとこう大きなイベントをやってみたいなと思いまして、まあ、一番は私がそこで踊りたかったっていうことなんですけれども、はい、というわけで、はい、ちょっと飯能のなんかこうビッグイベントになればいいなと思いまして、はい、開催させていただくことにしました。で、私飯能大好きなんですね。私飯能の生まれではないんですけど、7年前に移住してきたものなんですけれども、もう本当に飯能大好きで、なんかその飯能の魅力をやっぱり皆さんにも知ってほしい、うん、まあ、その一つのきっかけとして、その飯能フェリアに遊びに来ていただいて、あ、飯能ってすごいいいとこなんだねっていう思いをしていただくっていうのも一つ、はい、ありますし、やっぱりそのフラメンコっていうものが、そのこんな楽しいものがあるんだよっていうのを飯能の人たちにも知っていただきたいっていう、まあ、そういう、はい、気持ち、思いがありますかね。私が今、企画しております飯能フェリアは、まあ、基本的にはもう全然踊らない方でも、もう自由に来ていただいて、お店屋さんも出ますし、飯能地ビールですとか巨大な鍋のパエリアですとかっていうのも出るので、もう本当に飲んだり食べたりしていただいて、でその中でそのセビジャーナスタイムっていうセビジャーナスを踊る時間を設けますので、セビジャーナスを踊られる方は近くの公民館でそのお着替えの方もできるし、衣装もその場で借りられるように出店もお願いしてるんですね。なので衣装に、まあ、こういった衣装に着替えていただいてセビジャーナスを踊ってもらって、はい、で、まあ、それをただ見るだけでもよし、踊りながらなんかこう食べたり飲んだりいろいろしてもらうのもよし、 でその中で一つ、私が踊りますが、無料鑑賞ライブがあります。まあ、それを見て、あ、本当のフラメンコってこういうのなんだと思っていただくっていうのも、まあ、一つ、はい、お願いかな、はい、でそれを見るにあたって、一応一席500円になるんですけれども、予約制の椅子席ご用意いたしますので、それはその、飯能フェリアのホームページの方から、ご予約していただけますので、はい、ちょっと座ってみたいなという方なんかは、はい、そちらの方を予約していただけると良いかと思います。はい、本当に飲食以外は無料なんで、はい、本当に皆さんに、はい、たくさんの人に来ていただけると、はい、嬉しく思います。飯能フェリアは4月14日日曜日、飯能河原ウッドデッキで開催されます。